皆さん、今日もよりこメイクアップチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。母のんびりしてるところがいきなりねオープニングで始まってすいませんでしたね。はい、そうなんですよ。前回ね、手放し美容でご紹介した、プリージングサン EMS フェイスベルト、もう母ね、大のお気に入りになっちゃって、もうね、あんな感じでね、いつもね、やってるの。ねえ、もう可愛いでしょ。そう、もうね、美容意識がね、高すぎるから、私がちょっとね、部屋とかでやってたり、家でこうやってやってたりすると、何それ何とかって言って、これ便利な手放し、手がね、使われて便利なのよとかって言うと、もうね、お母さんも欲しいとかって言って、もうね、自腹でね、注文してとか言って、もうアマゾン大好きだから、うちの母も、注文してって言って、今ね、ハマってやってる。で、やっぱりね、年齢的にも、こうやってわーってやるのもね、今までこういうやつだったのね。なんだけど、やっぱりね、億劫になっちゃって、みたいなのね。だからこういう感じのをつけて装着してできるタイプっていうのは手が離せていいし、テレビ見ながらでもなできるしっていうんで、なんかねすごい喜んでやってるはい、ということで今回の動画をね、初見の方にまずこれが何なのかね、さ、いきなりこういうマスクが来たので、何かっていうと、これはね、EMS の、ベルトになります。フェイスベルトね。ここの筋肉を鍛えて、私なんかね、マスクをして、全然笑わなかったり、おしゃべりしなかったりしてると、ここがずっと立って、こうね、ほうれい線をやって、ここがたるんできて、それをね、解決してくれる。まあ、EMS って例えで言うと、腹筋。皆さん、わかるかな？腹筋。ここのところに、ベッて貼り付けて、こうベベ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 って動かすのが一時、今でも流行ってるのかな、流行ったと思うんですけど、あれ EMS なんですよ。動かすことによって筋肉を鍛えてくれるっていうもので、人間の体っていうのは筋肉でね、できてるじゃない。でも使わないとどん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 それが衰えちゃう。で、私たちもそうなんですよ。まず、表情がなくなるね、マスクだったりすると表情ってあんまり見えないから表情を使わなくなる。それから私が最近思うのは笑わなくなる。ね、若い頃っていうのはうちの学生たちもそうだった、そうなんだけど、なんであんなに笑えるのかなっていうぐらいみんな笑って表情筋をね、はーって言って使ってるんだけど、結局使わないことによって筋肉っていうのはこういうところもそう。ね。タラタラーンってなっちゃうわけよ。タラタラーンって。それが使わないし、鍛えられないから、そういう風になっちゃう。ね。これは、だから、ここについている EMS が、この頬のところをブブ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 ブってやってくれることによって、腹筋と同じように、自分は何にも運動しなくても、あーいうえおーとかやんなくても、自然に鍛えてくれる。ね、それが EMS。 今まで私がいろいろご紹介した美顔器とかにも EMS が入ってて、私すごく EMS 大好きなのね。楽だから大好きで、効果も高いからなんだけど、やっぱりこう自分でね、こうやってやらなきゃいけないのは、手を使ってるとずっと鏡の前にいなきゃいけないし、自由にね、自分でなんか動いて何か作業をしながらっていうのができないじゃないですか。こういうフェイスベルトを使うと両手が開くわけですよ。ね。相手を勝手にこう、だからマスクに EMS がついてるから、勝手にね、手放しで、まあ例えば家事をしながら、お料理をしながらとか、それこそうちの母じゃないけど、テレビを見ながらとか、私はね、寝る前、ベッドに入って、つけて、しばらくしてから寝るっていうのが日課になってます。手がね、離せる、まあ手放し美容っていうふうに私は言ってるんだけど、手放し美容ができるっていうことは、その時間がまた有意義に使えるようになるので、結構ね、私のお友達とかにもみんなこれを紹介したんだけど、いいねっていうふうに言ってくれてます。はい。で、普段動かさない表情筋を動かしてくれるので、どこに効果があるかっていうと、まずこのほうれい線のたるみとか、あと目の下のたるみ、そういったところに非常に働きかけてくれるので、お肌がピッという風になるわけです。で、大体私は前回の動画でも言ったんですけど、携帯にね、携帯のタイマーで
15分ぐらいしてやってます。ここにねボタンがついていて、10段階の強弱ボタンがついてるので、自分の、好みに合わせて、私はもう結構ね毎日のようにやってるから強めにしてやってます。ここにパッドがついてるの、これ裏側ね、ここに化粧水を塗ってお顔にも塗ったりして、やるとさらに効果が高くなります。なんかねジェル状の化粧水とか、とろみのある化粧水なんか、まあ、ジェルクリームとかそういったものが一番効果的、メーカーさんの推進は、まあ、ジェルが一番効果的っていうことなので、それをつけてからされるのがいいと思います。はい、ですごくね今メディアでも話題で、テレビや雑誌などにもね取り上げられちゃってるそうです。取り上げられちゃってるそうって言ったら変なんだけど、取り上げられて紹介されてるそうです。じゃあねちょっとね実際にどれだけ効果があるかっていうのを15分でねやってみたいと思います。ファンデーションね取りました。はい、そしたら、まずこれとろみがあるやつね、とろみがあるお化粧水を自分の顔に頬のところに軽く塗布します。はい、そしたらここにも塗布します。で、装着してるビデオとか、詳しく装着してるビデオを動画概要欄に貼っておくので、そちらを見てください。もう今1分ぐらい経っちゃったと思うから、これでやってみましょう。開始。やってると目がね、本当に目まで働きかけてるっていうのがすごいわかる。手が空いてるから楽でしょ。はい、15分経ちました。はい、おお、ほらこれ見て、これすごいでしょ、キューって引き締まってねえ。これだからさ、ほらこんな細くなんのよ、すごくないねえ。効果があるんですよねこれね。小顔効果、たるみ予防効果もあるし、私はね噛み締めがあるので、まあ、例えばそのたるみとか小顔とかそういったのもそうなんだけど、ここがすごい凝っちゃうの、もうゴリゴリになってもうパンパンに張っちゃうから、朝起きた時とかすごい痛いぐらい。それのほぐしマッサージ的な感じでも使っているので、これはねすごくね便利でいいと思う。さっきも言いましたが、装着方法とかね詳しいことは前動画で説明しているので、そちらの方の動画は概要欄の方にね貼り付けておきます。それからこの動画を見てる方にすごくね嬉しいお知らせがあって、このプリージングサン EMS フェイスウェルト、現在 Amazon で9,980円で発売しているんですけど、それがですね、Amazon のセールで 30% オフの 6,986円で発売になるそうです。それだったらね、ちょっとね、試してみてもっていうふうにね、思われる方いると思います。ぜひともこの機会に、このキュッと上がるから、お試しになってみてくださいね。詳しいことやっぱりね動画概要欄に記載しておきますので、チェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思われたら高評価ボタンお願いいたします。インスタグラムやっておりますのでフォローの方お願いいたします。そしてキャンプチャンネルもやっておりますので、よかったらご視聴お願いいたします。それからよりこのマンツーマンセルフメイクご予約受け付けておりますので、こちらの動画概要欄に、詳しいことを載せておきますので、よかったらご覧になってください。はい、ではまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またね。母さんそれ気に入ってるの？気に入ってるの？声が出ないの？気に入ってますよ。